東京商工リサーチによりますと、破産を申請したのは神奈川県のスーパー運営会社ケヒコです。ケヒコは業務スーパーのフランチャイズに加盟し、札幌市や苫小牧市などで7店舗を運営していました。労働組合は今月、ケヒコの代表者が会社資金を不正流用しているなどとして、代表者の交代を求めストを実施し、一時全店が休業する事態に発展しました。 労働組合はあさってにも会社の代理人弁護士と面会し未払い賃金の支払いなどを求めるということです。